我が冥界へようこそ、ヴァルキリー。何を求めてここまで来たんだい？フェンリルよ、教えてくれ。オーディン様は一体何をしようとしているのだ？これは傑作だ。我を頼るというのかい？まあそうだね、我の配下になると誓うなら教えてやってもいいよ。なぜ聞かない？グレイプリル、嫌なことを思い出させてくれるね。我に同じ手が通用すると思っていたのかい？黙ってオーディンを裏切ればいいもの。もういい、名残殺して中身を作り変えてやる。神の栄えを愚か者たち、死ぬ生き物、どよいいぞ。恐ろしいね。そやつは初めから我を裏切るつもりだったんだよ。なぜ気づいた？策を練るならもっと慎重にするのだったね。何をした？そやつが裏切った時に備え、前から仕掛けを施しておいたんだよ。やめ、ヒルド。私、ヒルド。そうやつにもう意志はない。あやつり人間バルキリー同士存分に殺し合うがいい。ヴァルキリー、ヴァルキリーを殺す。神に逆らう愚か者たちめ、敵を討て、イーゴ。全力の力を決めて。早々に決めてよ。
死んだね。あっけない、最後まで役立たずだったね。フェンリル、貴様はここで私が撃つ。その運命に終止符を打つ。私たちを見くびったのフェンリルよ、貴様の命運もここまでだ。待て、話してやる。お前が死んでおっていたオーディンの真意を。オーディンの言う世界救済とは、この世界を捨てて新たな世界へ移行することだよ。この世界の全てが一度無に帰るんだ。それが世界の救済だと。この世界を救いたいと願うならば、やることは一つ、オーディンを殺せ。わかった。だがもし私がオーディン様に反旗を翻すとして、貴様を生かしておく理由があるのか。
この世界の維持には純粋な親族が必要なんだよ。それも今や我とオーディンのみ。共に滅べば世界も滅ぶ。さあ選ぶがいい。お前はその手で何を作るんだい。今の言葉全てが嘘だとは言い切れない。貴様の言う通り、オーディン様は隠し事をなさっている。いいね、賢い子だ。それじゃあ。だがそのにじみ出る悪念、貴様にこの世界を委ねられるとも到底思えない。ほう、だったらお前が世界を支配するとでも言うのかい。私にそのような器はない。だが貴様を倒す力はある。この世界を治める方はオーディン様ただ一人。フェンリルよ、世界の救済のためだ。貴様には消えてもらおう。消えてもらおうだと？バルキリーごときが舐めた口を。この我がここまで骨を折ってやったっていうのに、オーディンに尻尾を振り続けるっていうのかい。どうしてどいつもこいつも。クソクソクソ、みんなまとめてヤツだけにしてやるよ。これがフェンリルの本性なのか。さあ泣きわめき、もだえる声を聞かせてみせろ。来るぞ、構えろ。恐るるな。やつは主神としての地位、守りたいがためだけに我を封印した。我を貶める正当な理由もなく、獅子を拘束して自由を奪い去った。制裁の槍をここに権限せよ。真偽リベルンバレッティ。痛み苦しむ声を聞かせておくれ。
せておくよ。憎い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 。オーディン様、深海を離れてよろしかったのですか？お前のおかげで完全に力を取り戻せた。期待通りの働きをしてくれたな。よくやった。身に余るお言葉です。フェンリルが滅び、最後の障害は取り払われた。さあ、司法を使い、世界の救済をここに始めよう。オーディン様、その前に一つお聞きしたいことがございます。オーディン様のおっしゃる世界救済とは？フェンリルが話したことは真実だ。しかしそれは私の野望ではなく、主神としての使命、言うなれば世界の定めなのだ。世界の定め？世界の支柱であるユグドラシルには寿命がある。その寿命を尽きるとき、世界は滅び、生まれ変わる。そうして世界はこれまでも幾度となく崩壊と再生を繰り返してきた。この世界は必ず滅びるということなのですか？そうだ。これこそがラグナロク。世界を救うには新しき世界を作るほかはない。そんな。浮かない顔だな、ヴァルキリー。世界は救済されるのだぞ。はい、きっと多くの者が新しき世界を望むでしょう。ヴァルキリー！よせ、本人が決めたことだ。物事には必ず表と裏が存在します。主が信じて決めたことであれば、私たちは従うだけです。より多くの人が救われる道をお選びになったのでしょう。ヴァルキリー様はお優しい方ですから。優しいわけではない。私はただ世界の存続を望むだけだ。すべての司法が揃った。これより世界移行の儀を行う。スキーズ・ブラズニルが起動したのだ。幕引きか。力の限りを尽くしたが、残念だ。ヴァルキリー様、死してなお己の生を振り返れるとは思いませんでした。こんなお別れは残念ですが、あなた様に救っていただいたこと忘れません。
主よ、私をお選びいただきありがとうございました。共に過ごした日々は忘れません。あなたのおかげでもう一度生きることができました。このご恩を返すまではと思いましたが、もう時間が。生前の悔いは一かけらも残っていない。それでも共に戦いたいと思うのだから欲深いものだな。エインフェリアとしてあなたの力になれて幸いだ。またどこかで会えるといいな。エインフェリアたちよ、ここまでよく付き従ってくれた。ありがとう。待っていてくれ。もうすぐ同じ場所へ行く。これで私も。時にヴァルキリーよ、喜ぶがよい。お前の威勲を認め、次の世界へと引き継いでやろう。私だけよ。無論だ。ありがとうございます、オーディン様。さあ、ここに世界の救済はなった。いざ新しき世界へ。